はようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は川崎のみ動画でございます。ご無沙汰でございますね。今日はですね、週末ということでこの川崎駅周辺も人が多くて、これからまたねアポなしで気になるお店見つけようと思うんですけども、やっぱどこ行ってもねおそらくお客様多いと思うので、ちょっと入れるか心配ですね。普段は駅歩いてからこのね仲見世通り入っていくんですけれども、今日はちょっといつもと違った方歩いていきますか。いやまあでも当たり前なんですけど、この1月に入って一気に真冬の気温になってきましたね。こうやってね足で稼いでお店を見つけるにもね、わりかし厳しい気温になってきましたよ。風が寒い。今日ももちろんですね、この飲み動画の撮影に向けて朝からがっつりと編集をしてご飯食べてないんですよ。やっぱりこういう飲み動画の時は本当はね、なんかちょこっと食べた方が酔いが回らなくていいと思うんですけど、空腹の状態から一口目を食う喜び、それをね毎回味わいたいので頭では分かってるんですけど、食べるの我慢しちゃうんですよねいつものようにね酔っ払って後半食べても飲んでもいないじゃんと言われないように気をつけますでもこうやってゆっくりと川崎の街歩いてると、この辺りはお店ねそんな入れ替わりがないようなイメージだったんですけど、僕の記憶とは違って結構お店は変わってますね。ちょっと前回ね僕の動画の締めにお世話になりました野郎ラーメンさんを通り過ぎまして、あの濃いラーメンとビールでもいいんだけどね。いろいろ歩いておりますが、以前ホルモン焼き屋さんに飲みに来たそっちの通りですね、来ました。やっぱねちょっとメイン通りの方はやっぱ週末ともあって人がめちゃくちゃ多いんですよ。カメラ持ちながらね歩くのも大変なぐらい人が多いので、少しね引けてる外れの通りに来ました。この辺りもねやっぱ夜になってるからすげえいい匂いするのよ。ちょっとちゃっちゃかねお店決めてガツッと飲みたいとこだね。そしたらただいまですね、一軒気になるお店を見つけましたので撮影交渉ちょっとしてみましょうか。やっぱこの時間が一番緊張するねということでですね、ただいまこちら店内に入ってまして、本日ねお邪魔させていただきますのはこちら九州酒場ビードロさんということで、店名通りですね九州地方の料理をメインとした居酒屋さんですね。ひとまず生で、うまっ。せっかくであればね一発目この九州料理食べたいなということで、ごまさばとからしれんこん注文しました。博多と熊本の名物ですね。博多の方はね昔は好きで旅行行ったり撮影行ったりもしてましたけど、最近はね全然行けてないからね、久々にあの向こうのね本場の郷土料理食べますわ。で今ねちょっと料理を待っている間に、最近ねハマっていて皆様におすすめしたいアプリがあるんですけど、TikTok ライトって知ってますかね。このね TikTok ライト、この空き時間に動画とかを見ていると自動的にポイントが貯まる仕組みになってまして、それだけではなくて今はねお友達とかも招待すると、招待された方と一緒によりね多くポイントが得られる、まあお得なね期間となってるみたいでして、使い方もね簡単なんですけど、まずねちょっと概要欄にあるダウンロードページからこのアプリをねダウンロードしていただいて、起動しましたらこの画面の左側にあるアイコンをタップしていただければ新規アカウント限定のね報酬をゲットできるんですよ。でこのタイミングでアカウントをね登録することが必要なんですけれども、もともと持っている方であれば自動的に連携がされると、その後はまあこういったちょっとした空き時間とかに動画を見るだけでポイントが随時溜まっていく形になってまして、見てねポイントを貯めるプラスアルファ画面下部の真ん中のアイコンですね、そこを押していただくと動画を見る以外にもさらに、ね、お得にポイントが貯められちゃう、そんなねシステムもございますので、いろんなことをこの空き時間にやっていただいて楽しみながらポイントもね一緒に貯められる、そんなお得なアプリとなっておりますので、ちょっとぜひね、こういう空き時間に皆さんもやっていただければと思いますけど、ありがとうございます。うわうまそう。そんなこんなでね今待ってる間お通しだったりとかがねちょっと到着したので、もうお腹空いてますから一旦食べましょうか。そしたらねこのビールと合わせて早速いただきます。うまそう。お通しがですねこれ三種盛りになってまして、僕の大好きなこれきんぴらごぼうからいこうかな。うまっ。
もう週末なんでね、やっぱこう1週間頑張ったご褒美に美味しいご飯とお酒、幸せとか、なんか今日さ、きちっとした格好してこようと思って、そんなのさあんま持ってないから、あり合わせできてきたんですけど、めっちゃ違和感あるなこんな服普段ほぼ着ないんでね、違和感しか自分ではないんですけど、皆さんどうですかね。短髪にしてね、だいぶ見た目もすっきりしましたんで、でしかももうね、僕も今年33になりますから、こんな格好もね似合う大人になりたいねあ、すいません、ありがとうございます。ちょっとね、もうおかわりしちゃったんですけど、2杯目のビールとこのからしれんこん一緒にいただきます。うん、このね、からしのピリッとした風味とビールのすっきり感、あぶわ。あー、イカシューマイか。よくこう食べたいもんだらけだな。今日はですね、ちょっと程よくと思ったんですよ、お酒の量もご飯の量も。でもね、美味しくてちょっとエンジンがかかってきましたね。これにして、それをそういうふうな、もうちょっと加工も入ってます。あ、僕としては増田さんは何て言うか分かんないけど、原料企画とかね。すみません、生追加お願いします。ダメですね、抑える気でいたのに、一杯につき一杯飲んじゃう、もう3杯目。ということで、この辺りでですね、注文したごまさばと一緒にビールいきたいと思います。うわー、これ絶対うまいな。また飲んじゃうね、これ。いただきます。だいぶもあ、うまい。ここはね、だから部位にも入り込みたいわけです。うん、九州の料理を目の前に飲むなっていう方が無理な話。うまいなぁ。配合原料ほぼですか。やっぱりいいですよ。やってるんだ。あ、美味しい。あ、ありがとうございます。うわ、美味しそう。続いてですね、これ追加した生とともに、佐賀の名物イカシューマイとですね、日替わりメニューかな、黒板にあったアジフライを注文しました。やっぱりね、佐賀、しかも呼ぶこといえばこのイカですよ。うわー、うまそう。そんなことじゃなくて、集団として、うまいなぁ。あのね、ここのお店さんの料理全部うますぎ。今撮影途中なのにもかかわらずですね、うちの妻に今度一緒に行きたいとね、今 LINE しちゃうぐらい美味しい。サムズランの中1時間ほど歩き回りまして、それでやっと見つけたお店さんがこんなに美味しいとね、本当に心から幸せ。揚げたてのアジフライいきますか。うまっ。 ありがとうございます。ということで、続いてですね、結局追加した一品とともにお買いのビールですね。これもね、うまいよ
ちょっとシンプルにこのお塩でね、まずいただきますか。うまっ。大将、お仕事中すいません、ものすごく美味しいです。ありがとうございます。こんな天ぷら食ったことないです。これか、これ早くなるのもおすすめで、はい、じゃあちょっとこの辺りですね、もう気になったメニューがございまして、白レバーのたたきということで、もう白レバー大好き。このね、白レバー独特の脂感に炙りの香ばしさで、やっぱりね、白レバーといえば内臓ではあるのに全く臭みもないんですよ。お皿にはね、生姜、ニンニク、ネギと薬味が和えられてるんですけど、それがね、必要ないぐらい臭みもなくて、旨味がギュッと詰まった一品。これはお酒。すみません、今日はですね、こちらたたきは薬味を一切使わずに完食しちゃいました。もううますぎる。さすがにですね、うちの妻にそろそろ怒られそうなので、この辺りで締め注文したいと思います。で、今ですね、改めてこの締めのご飯を待ってる間に、今回ね、ご紹介させていただきました TikTok ライトですね。空き時間ですとかに動画を見ているだけでポイントが溜まっていきますので、普段ね、外食した際にいつも我慢するトッピング、そういった部分をですね、贅沢に持っていただいて、よりね、美味しい外食生活を皆様も楽しんでいただければと思います。ダウンロードページに関しましてはですね、概要欄に記載をしておきますので、気になった方はぜひそちらをダウンロードしてみてください。それ以外にもですね、こちらの TikTok ライトは常にイベントを開催しているみたいでして、そういった詳細につきましては公式 X の方で随時ですね、告知をしているみたいですので、アプリと合わせてそちらも一緒にフォローしていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日は一人飲み会ですね、ここで締めましょう。ということで、本日この黒板メニューにありましたとろたく巻きと、こちらレギュラーメニューの高菜ご飯でございます。まだ二口ほどビールも残してありますので、これで本日は締めていこうと思います。間違いなく誰が何と言おうと、このとろたくはね、巻物系でナンバーワンですから。うまっ。で、この高菜ご飯ですね。うまい。まダメだ、もう散々食べてますけど止まんない。頑張ってるってあるし、ね、じゃあ、うん、これ僕の面白さっていいところなんで、そうなの、ね、翔平の場合はちゃんとみんなに言ったのに、そうですね、ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、九州料理を提供されているビードローさんで美味しい料理と美味しいお酒をいただいてきました。いや、最高です。もうそれに限ります。
本当にですね、川崎はこのコロナ禍に入った時に一時期元気がなくなった、そんな街になった時があったんですけれども、今はですねコロナ禍から復活をして、やっぱ週末駅前を歩くと飲みに出かけてる方も大勢いる元気な街になりました。僕自身ですね、まだ川崎6年生ということで知らないお店たくさんあるんですけれども、美味しいお店もたくさんありますので、僕の動画を見て気になったなと思ったらぜひ川崎に飲みに来ていただけたらと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。